ロベール・ジョルジュ・ニベルは、フランスチュール出身の陸軍軍人で、第一次世界大戦における、フランス軍の指揮において主導的な役割を果たした一人。フランス人の父とイギリス人の母の子として生まれ、1878年に、エコール・ポリテクニークを卒業し、砲兵将尉に任官。1887年には、大尉となった。中国遠征軍で任務をこなしたほか、普通領インドシナ、 アルジェリアなど、当時の植民地へ赴任した。1913年砲兵大佐。1914年に第一次世界大戦が勃発し、マルヌ海戦を戦った後、少々に昇格。1915年2月22日に、中将、第61不評師団長、同年12月23日に、第三軍団長、翌1916年3月1日に、 第二軍司令官に任せられた。1916年2月21日から12月19日までのベルダンの戦いにおいて、フィリップ・ペタンを補佐し、ドゥオモン捕類、防捕イの奪還などに活躍した。その功績もあって12月12日、ジョゼフ・ジョフルに代わって、陸軍総司令官となる。イギリス陸軍と共同で戦局を打開するために、 フランス陸軍120万人を動員する大規模な攻勢を起と、ニベル攻勢と呼ばれたこの戦いで連合軍はドイツの陣地を突破できず、英仏領軍で35万人の死傷者を出した。事前に勝利を約束したニベル率いる指導部は避難と逆命にさらされた。ニベルは北アフリカに左遷され、後任にはフィリップ・ペタンがついた。 1921年退役、パリで没。ありがとうございます。